はい、ごめんなさい。2週間ぶりぐらいの、投稿になると思います。どうも、七色クラフターの野党です。おここ。それではね、今回も歌方のたたり、なんだっけ、ホテル、閉鎖されたホテルに行ったところから始めていきたいと思います。今回もね、ちょっとなんか静かな無駄話あんまりなしで、ビビりながら一緒にやっていきましょう。とりあえず、お、いきなり鍵があるぞ。スタッフルーム。エレベーターかな？これは。なんかおった。近寄ってはいけない気がする。気持ち悪い。これ部屋なのか分かりにくいな、これ。あんまりこういうのしまわれないよね。結構鍵かかっちゃうな。お、たくさんなんかあるぞ。205。鳥居の写真。鳥居の写真。おお、なんか、なんかあれから出てきそうだね。なんか瞬間移動してババってくる人。鍵が開いた割に何もないのか？ん？なんか、何これ？特にないのか。次はどこだ？お、なんかあるぞ。ホテルのパンフレット。え、そんだけ？お、たたりで、え？眠る？お？おお！何、気持ち悪いな。あれ、建設予定。ああ、6階まであるんだ。で、地下1階もあるのね。ああ、なんか引っ込んでった。この先関係者以外立ち入り禁止です。そんなに言われると入りたくなるよね。けど、超えられないのか。何もないな。さっきのやつだけっぽいね。
あれ？あった？こんなところに鍵。全く見てなかった。よっしゃ、で上のあの鍵が開いてるところに行けばいいのか。ちょっと待ってね。地下に何かがあるのか。変なやつが下から出てきてたけどな。鍵どこだっけ。かかってたな。お、見っけ。ブレーカーライト。でもなぁ、ブレーカーをどこで上げるんだ。下かな、とりあえず。なんかあったね。あ、なんか開いてる。これか。 This box is breaker box. This size box is for elevator.一緒かい。おお、何この血だらけの椅子。これシャワーかな。よし、あれ、あら。で、エレベーターが動くようになった。から、あの変なやつがいるので3階に行こうかな。うわ、なんか嫌だ。え、今夜な。なんかいろいろ落ちてる。子供の絵。おお、え、え、壁に何かいるのか。子供の絵。なんて書いてる。友達、え、友達にさ、う、え、わからん。こんにちは。歌が聞こえるよ。歌？壁に穴が開いてる。うん。お、なんか落ちてる。子供の絵、白目を向いて。ええ。助けて死ぬ。ん？なんじゃこら。目ん玉？一回セーブしておこうか。お。は？呪われている。なんか微妙な死に方だった。3回。
あれ待てよ、今3、3階で上に上がって4階で6いける？あれ字幕使ってる？お、かけむけー、う、6まで、ね、え、この会社ね。おい、ちょっと。おい、動かない。あ、なんか気を振る。おい、ちょっと。あ、やばい。出たよ、もう。目パチパチしよる。なんかかわいい。ちゃんだやろ、そこに入ってこいよ。え、もしかして死んじゃう、これ おう、あ、遅い、うぃー、あれ、なんかいる。冷たい。うたのちゃん冷たい。待てよ、あの変なやつじゃないだろうな、あの追いかけてきた。3階一番端の大きな部屋、きっとそこに隠れている。ジャパニーズルーム、和室。こんな怖い。とりあえずセーブしとこう。ああびっくりした、何おじゃる、え、あれ、え、あれ、あ、逃げられたのか。何だったの今の、え、なんか変な音が聞こえた。あ、ここさ、そっか、鍵取ってないからな、変わんねえわな。で、3階の一番端の大きな部屋待ってるってことだね。え、いや関係ないか。こっち、うわー、なんか降りそう。気持ち悪い。あ、ひな人形、あれ、え、取っちゃっていいの、髪の毛が伸びるとか。ほうほう、ん、何かを再生できる。お、これはなんかビデオかなんかがあるのかな、どっかに。あれ、この椅子、この椅子どこにあったかな、こちら辺にあったかな。ここかな。
なんか赤いのがおる？え、妹？何？人形顔そう人形がん？人形が襲うに人形が襲う？え？人形え？さっき持ったよね俺。どういうこと？あ、さっき人形が消えてしまうってなんか言ってたね。え、これからイベントない？ここも影かかってたしなぁ。襲う？え？どこ？どこの音？ここ？あ。ああ、取ったら来そう。中央道路の。うおお。来ないの？あ、遅い。あ、追いかけてこないのね。待てよ。中央通路の鍵。中央通路？上のあれかな。ここかな。なんか音がやだ。いた。おお、びっくりした。あ、怖い、セーブしとく。おお。あー、びっくりした。もう404ってここだったの？何もないってことはないんだけどな。ね、これこう4階だっけ？ 5 階じゃない？なんだ？バナナ？ドリル工具？ああ、あそこかな。壁がなんか血が吹き出したところ。壁がなんか柔らかくなってるみたいな。壁があった気がする。戻ろう。ここが今何階だ？ 3 階。あ、さっきのが4階だった。3階の左の部屋だった。一応セーブしとこう。あ、ごめんね、ちょっとセーブばっかりやけど怖いんだよな。うわ、なんか来そう。お、2735。あ、であれか、上のあれがあれするんだよな、あれが。うん、これだな。あれ2735。ここが6階？あ、違う。ん？なんかすごい破壊されてる。604。これ？いや、これはエレベーターだね。604って言って、え？ここ6階じゃないのか？
一回降りるか。あれ？待って。604じゃない。これ上行けるのか。ああ。さっきの屋上かな。何回？あ、5回かあれ。うわ、おる、なんか人が。ごめん、セーブばっかり。ん？これ首吊ってんのか？謎のテープ、あああそこで再生できるんですね。私どもはこの機密書を捧げ、不思議なことが起こると言われる謎の廃ホテル探索することにした。ここね、その現象が、だから死ぬ。ん？見に行っちゃいけないの？なん？あ、邪魔邪魔。あ。で、あそこでビデオテープを再生するのな。最初の家の時のあのモニターの件があるけんな。なんかいい思い出ないな、モニター。こっちだったかな。え、こいつどうするん？見てる間に襲われるんじゃないの？主、まあ見たら死ぬって書いてるけどね。反対から読んでね。主ら民。ああ、なんかこう。あれ？あ、人形が。はい、ここ。あー、人形が来たー。さっきの人形にやられるってことかな。うわ、気持ち悪い。え？死なねえじゃん、こんなの。余裕じゃん。え？え？何？え、これで終わり？見たもんな、もう。で、話進まないんだけど、これじゃ。え？やられてみようか、逆に。あーらら、もう一回見よう。これじゃ進まないんだけどな。
え、もう一回上がろうか、上まで。上がってもな、鍵あっただけだしな、ここ。なんか他にあったっけ。さっきの部屋に行ってみようか。また6階か。あ、さっきの子だ。え？地下に行けばいいのか。あれ？なんで？行けなくなってる？セーブしとこう。607の607。お、何？あー、今までで出てきたやつらか、敵みたいな。それは、これあの人造人間じゃない。高木。え、おー、人形来たー。何？え？お前を殺すて。え？え、触らないとダメなの、あれ。人形が何かを喋っている。私が本物なの。私を疑わないで。あいつは偽物なの。え？ガーッ。え？あ、なんかごめん。え、じゃあ信じよう。え？なんて？おーまなて。お前なんてみたいな感じ。ちょっと待って、え、積んだ、もしかして。
おお、なになになに、え、おお、びっくりした。うわー、なんか来たー。埋められた、隠れた、お前の後ろで死ね、お前の後ろ死ね。なんか今来てたな。本物は4階に隠れてるよ。私見つけたの、早く見つけてあげて。妹か今の。よかった、あの変な人形信じなくて。バーって言われたけど。これこっか、4階だっけ？あれ ?3 階？降り？ああ、いいのか。中央通路の奥か。うわー、来た。これか。あの子、かわいそう。私助けた。あの子の絵血塗られた。あの子の絵血塗られた。絵がたくさん飾られたところに行けばいいのか。ここからじゃいけない。ああ、間違えた。なんか来た。え、何？お前。おお、血塗られたものが動き出した。お？今すぐ行くよ。何？え、おおお、なになになに、え、え、何かいる。あー、ちょっと待って、もう。お、あそこが開いた。ん、なに。お、あれ、うん、あー、ラインが。え、動かないとか言われてもな。どっから降りんのじゃ。こっちなら大丈夫。
一回なら動くんだ。まあ、いや今回はこれまでで行きたいと思います。多分ね、15分から20分ぐらいの動画になると思います。それではまた、まあ開けるときはちょっと遅くなっちゃうかもしれないけど、よろしくお願いします。それではバイバイ。